ん、ポケモンゆっくりスクールにようこそ。部長の霊夢です。マリサだぜ。今回は歴代上位さんの裏設定について解説していきますよ。上位さんといえばポケモンセンターでポケモンたちの回復やメンテナンスをしてくれる方だよな。そう、そんな上位さんの面白い豆知識を解説していくので一緒に楽しく学んでいきましょう。もし面白そうだと思ったらこのスクールに入学してください。また高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるからお願いするぜ。それでは授業開始です。ではでは、まず上位さんとはどんな方なのか解説しますね。ポケモンゲーム初代から登場している、ポケモンセンターにてポケモンを回復してくれるお姉さんなんだよな。ちなみに、上位さんはアニメ中での呼び名なので、ゲームではポケセンお姉さんと呼ばれています。ゲームでは赤緑青ではロングヘアで無謀のお姉さんだったのですが、ピカチュウ版でアニメの上位さんが逆輸入されて、以降のシリーズもピンクの髪でナースキャップをかぶったお姉さんのデザインとなっていますよ。たけしも認める美人さんなんだよな。アニメと違ってアシスタントポケモンはついていないのですが、アニメでアシスタントをしている設定のポケモンが建物内に実はいるんですよ。アニメではかなり早い登場で、無印第2話で初登場しました。ポケモンセンターでパートナーのラッキーと共に、ポケモンたちを預かり治療していて、名前の通り医師であり、ナースの役割はアシスタントポケモンが担っているようですね。それにしてもなんで上位さんってみんな同じ顔の人なんだ？もしかしてミュウツーみたいにクローンだったのか？なかなか危ない設定踏み込むわね。実は、姉妹や親戚がとにかく多く、それぞれが各地のポケモンセンターに勤めているため、よく見間違われるという設定があります。これはゲーム版でポケモンセンターのお姉さんが、みんな同じグラフィックということへのツッコミを解決するためのもの、またはネタ的な設定に昇華したものと思われますね。容姿は全員瓜二つですが、たけしは制服のマーキングからわずかな髪の長さ、香水の好み、ほくろの位置等によって区別できるらしいですね。おお、さすがは美女好きのたけし。あんなそっくりさんよく見抜けるな。ちなみに私もバスト、ウエスト、ヒップで見抜くことができます。たけしと違って見るところがひどい。それはさておき、上位さんの名前の由来は獣医、もしくは獣医と思われますが、デザインとしてはナース、つまり看護師の要素が強いですね。基本的には丁寧かつおしとやかな人物ですが、中にはやる気のない上位、水ポケモン嫌いの上位、熱血でバトル好きな上位など個性的な人物もいます。また、一部の上位さんはポケモンジム監査官という裏の顔も持っているんですよ。まさかの上位さんがポケモンジムの監査官もしていたのかよ。さらに、ポケモンコンテストの審査員も務めていたりと超優秀なお姉さんなのです。長らく親しまれているキャラクターですが、ブラック、ホワイトからはシリーズごとにキャラクターデザインがゲーム版と同じようなものになって、声優アシスタントポケモンが一新されるようになったのです。モデルの国によって変更しているってことだな。ゲーム版においては、ピカチュウ版以降に発売された金銀、クリスタルからハートゴールド、ソウルシルバーまではピンクまたは水色の制服を着ていますね。ブラック、ホワイトからはグラフィックの向上もあり、より地方ごとのデザインの違いが大きくなっているんですよ。それでは、歴代上位さんを紹介していきますね。まずは無印ダイヤモンドパールの上位さん。髪の色はピンクで前髪が4つに分けられていて、後ろ髪をリボンで留めて十字で、色は上位さんによって変わっているマークがついたナースキャップをかぶっていますね。ナース服は、ピンクが貴重な上下一体服に白のエプロンをしていますよ。ちなみに、オレンジ初頭編の上位さんは、いい感じにこんがりと焼けた肌に変更されています。オレンジ初頭は南国だから、上位さんも日焼けしているのか。私も今年は日焼けしてみたいなと思ってるんだよ。マリサさんが日焼けしたらブラッキーと間違えられるよ。ちなみに、赤十字のマークは条約法令上及び宗教上問題があるため、海外版ではハートマークなどに書き換えられているんですよ。へぇ、海外だとハートになっていたのか。これは面白い情報だぜ。アシスタントポケモンは一部を除きラッキーを採用しています。次はブラック、ホワイトベストウィッシュの上位さん。つまり、一種地方の上位さんとなりますよ。今作からアニメの上位さんもゲーム版を元にしたデザインとなり、フルモデルチェンジがなされました。かなりロリっぽくなって一種流の上位さんもまた素晴らしいですよね。みんなの上位さんに変な目で見ないでください。冗談はさておき、髪型は左右で結んだ輪が少し大きく上向きになって、前髪は右に流しているのが特徴ですね。制服のデザインも袖と裾が少し長く、色味がコーラルピンク寄りになり、エプロンの形状が肩からかけるタイプから腰にかけるタイプに変更されています。両足に白のストッキングを新たに着用していますね。前の生足でよかったのに、公式は許さないらしいですね。そして、一種地方ではアシスタントポケモンはタブンネを採用しています。タブンネはなんと2キロ先の音が聞こえるほど耳が良く、生物ならば心臓の音で体調や気持ちを、ポケモンの卵ならいつ変えるのかを判別できるほどらしいぞ。そう、
こういった性質を買われて、病院やポケモンセンターで働いている個体が特に多いのですね。また声優さんも一新されて、デントのヤナップも務めた藤村千佳さんに変更となったのですよ。なんでデントのヤナップを出したんだよ。そして次はカロス地方の上位さんです。前髪のデザインはブラック、ホワイトと同じですが、後ろ髪が上方向にかさ上げされました。シリーズ通して十字マークだったナースキャップのマークがモンスターボールを基調としたデザインになっていて、制服はこれまでピンク服と白エプロンで分かれていたのが、ピンクと白の威風袖丈のツートン服に一体化されて襟も白になっているんですよ。これまた鎖骨がたまらないですな。ポケモンセンターって精神科もあるのかな？それにしてもナースキャップのマークがモンスターボールになったのは、海外でも放送しやすいように統一したのかな？そしてカロス地方のポケセンアシスタントポケモンはククリン。先ほど言ったラッキーや多分ねとは違って、大量発生したフライゴンをククリンがたった一匹で一掃したという逸話が XY45 話の物語の途中で登場していて、カロス地方の上位さんのアシスタントポケモンにククリンが採用されているのはこの話が由来となっているようですね。実はこのお話は絵本にもなっていますよ。いや、ククリンアベンジャーズ並みに強いな。ゲーム版 XY では、バトルハウスにいる彼女に話しかけると普段の様子からは思いもよらぬ意外な本音をプレイヤーにぶちまけてくれます。同世代のオメガルビー、アルファサファイアでも同様のグラフィックが使用されていますね。やはり多忙な上位さんはストレスが溜まっていたのね。それでは次に紹介するのはサンムーンの上位さんです。アローラ地方の上位さんで、アニメでは4話より登場しました。髪は後ろで一つのは束ねていて、制服は今までに比べて涼しげな雰囲気になっているんですよ。確かに、後ろの特徴的な髪型が下ろされているな。上はピンクと白に紺色のラインが入った南国風な裾のもの、下はエプロンと一体化したようなピンクのスカートでポケットがついていますね。ナースキャップのモンスターボールマークの色は黄色。アシスタントポケモンはラッキーの進化系ハピナスとアローラ地方のポケモンであるキュアワーですね。ハピナスは体力回復、キュアワーは精神安定を担当しています。キュアワーは精神安定を担当しているのか。メレメレ島とアーカラ島の上位さんはポニジマ、ウラウラ島も含めて4人姉妹の関係となっていますね。今シリーズではサトシは1箇所に泊まっている関係上、特に親しい間柄になっていますね。まさかサトシそれが狙いだったのか。いや、なぜそうなる？そして、メレメレ島のジュンサーさんとは愚痴が言い合える窮地の中で、お嬢と呼ばれているんですよ。また TV で目立ちたいからと化粧もしたことがありますが、メイクの腕はあまり上手くないですね。逆にすっぴんであんなにも美人だったとは。ポケモンの怪我を治すほか、薬の配達、トレーナー用の宿泊の用意、預かったポケモンの手入れなど様々な激務をこなすことも多く、風邪をひき体調不良を起こしてしまったこともあります。それなのに、ポケモンのために働こうとする上位さんがいたんだよな。102話ではアローラへ来訪したタケシにナンパされますが、顎の関節が腫れたヤングースの症状を一目で診断する観察眼に感心し、治療のお礼として103話での回想でキュアワーを1匹譲っていました。さすがはポケモンブリーダーのタケシ。一生もんのキュアワーですね。ウルトラサンウルトラムーンではポケセンお姉さんにまつわるサブエピソードがあり、また、女の子主人公のみ条件を満たすとポケモンセンターの制服が入手できるんですよ。へぇ、上位さんが活躍するイベントもあったんだな。ラストはソードシールドにてガラル地方の上位さん。新無印では話ごとに舞台となる地方が違っているので、各地方の上位さんが登場しています。ガラル地方の上位さんの登場は27話とかなり遅い登場なのです。束ねたはお左に寄せた髪型で、制服はグレーの膨らんだ袖に白のロングエプロンとクラシカルなデザインになっています。ガラル地方のモデルとなったイギリスは看護師のソフローレンス・ナイチンゲールの出身地であることから、昔の看護師をモチーフとしたのでしょう。なるほど、確かに昔ながらの雰囲気があるな。そして、アシスタントポケモンはオスとメスのイエスさんですよ。そしてなんと、ポケモンレジェンズにも上位さんの先祖だと思わしき人物のキネがいます。キネは銀河団の医療部隊の人間で、その役割から上位さんの先祖であると考えられます。この地で医療を研究した結果が後の世界で、ポケモンセンターとなるのでしょう。またミルの先祖でもあるようだな。ミルはダイヤモンドパールの迷いの洞窟で迷子になっているところを、主人公が助けて出口まで同行するイベントで登場したキャラだぜ。そう、キネの髪型は迷いの洞窟でタップを組むミルとそっくりなため同時にミルと持ちが繋がっている可能性は高そうです。また、同じく医療隊に所属するクメが医療の拠点に関する話をしていて、それが後のポケモンセンターに繋がるのではないかと考えられていますね。ストーリーをさらに進めると、薬草を100本取ってきてほしいとさらっと依頼してきますよ。しかも、本人は簡単な頼みと言ってくるよな。本当に。可愛いから許す。霊夢さんは高い壺とかも買わされてそう。しかし翡翠では多くの村の人がポケモンに襲われているので、そう考えると薬草100本の要求もうなずけます。
ところでポケモンアニメを見ていると無料で、お風呂に入れたり、食事ができたりと快適な環境みたいだけど、なんで無料で使えてるんだ？それは初代からアニメの脚本を書いていた須藤さんの出している小説ポケットモンスターズアニメーションに書いてあります。私たちポケモントレーナーが使うポケモンセンターは公共の施設にあたりますよ。日本にはポケモン賞があり、トレーナー奨励奨学ポケモンの支給を行ったりします。ポケモンセンターも国費によって運営されているのですよ。トレーナーは一種の職業であり、その人たちのために運営しているのがポケモンセンターですから、当然トレーナーは無料で食事などをすることが可能なんですよ。しっかりと税金から賄っているのね。ということはモンスターボールとかの税金が半分ぐらいありそうだな。そういうことですね。さて、今回の授業はここまでです。視聴者さんの好きな上位さんがいれば教えてくれよな。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。